社会の調和を保つために必要なものだし、それがまたアメリカのパワーの源泉なんですね。そしたらもうアメリカの政策に実際に関わっている日本人ということになってきますよね。問題をね、この持ってったその先にどうなったか私は分からないんだけどねそれは配りたい相手だから、はい、持ってってくれるのは大歓迎だけど、でもあの山積みのよく持ってったなと思って、その後どうなったか分からないんでね、持ってって向こうでヤギが食べてても分からないいやでもそれを皆さんが読まれてどこかで生きているわけですよね、多分ね。それにオンライン上にもありますしね。だけどあのレポート私としてはまあ比較的ね自信作なんですよね。それどうしてかって言ったら、そもそも集めたね専門家たちのレベル高いんです。どういった人たちだったんですか？そうですね、よく知られてるのはやっぱりアメリカンと書いてもらったパトリック・ロンニンなんて有名なんじゃないですかね。はいはい、太平洋地域の安全保障の専門家で、このインド太平洋で選んだあの研究専門家はね、若手が結構多くなってるんだけれども、はい、若手でもかなり知られてる人たちでね、例えばシンガポールのコーコリンというのは軍事じゃやっぱり一目置かれる若手だしね、はい、ASEAN 書いてもらったフィリピン の、 あのヘイダリアンも相当連日のようにテレビに出てるような人ですよね。ああそうですか、うん、それからあのスリランカ書いたアサンガ氏はね、うん、最近だってバイデン大統領から手紙が来て受け取ってね、世界的に名だたる専門家ですよね。年代的にはね、若手とそれからかなりあの年配者のミックスになってて、これ自体が理想だと思うんだよね、はい、あんまりこの極端に若手に寄ってる、極端に年配者に寄ってると、この読者層から見ても偏っちゃうんですよ、うん、でもね両方ミックスっていうのはこの長続きしやすいしいいんです、バランスが取れた感じ。一応ね男女も若干配慮しててね、インドをやったアパルナ・パンデさんとの EU について書いてくれたデンマークのリゼロッテさんが両方女性だしね、はい、それね一生懸命組み合わせの時一生懸命考えたんですよ。あフランス書いてもらったバレロさんもデンマーク人だね、よく考えてみる。あと日本の甲田提督はやっぱりよく知られてますでしょ、それからマクギース氏はアメリカ軍事で知られてるからな。であとねカナダを書いたナギさん、ナギさんは日本にいますね、東京にいますね。あそうですか、うん、カナダ人だけどあの人もかなり知られてる世界的だから、かなり知られた人ばっかりなんです、うん、皆さん、うん、ハドソン研究所で研究をされてる方々なんですか？ね、いやこの中でハドソンのメンバーはリゼロッテさんとパレロさんとパトリック・ローニンと、うん、マクギースも当時そうだから4人、私も入れたら5人、5人だけですね。残りは全部部外だから半々、それも半々あれね、すごい組み合わせ考えたんです。 あんまりねこうなんかどっかに偏ってそこだけで話してるっていうのにならないパターンになってる、国も地域もいろいろだし、各専門分野は自分の研究分野に沿ったものを書けるように配慮しなきゃいけないし、それから年齢層とか男女とかが全部偏らないしなきゃ。アメリカっていうのはねそういう方向ものすごくあるんですよ。ああそうなんですね。アメリカっていうのは人種的な偏りとか年齢的な偏りとか、ああいうので極端にこのならないようにねすごく配慮してるんで、それが社会の調和を保つために必要なものだし、それがまたアメリカのパワーの源泉なんですね。アメリカっていうのはなんであの国が強いかってね、日本今直面してるのは民族的な縛りって相当強いわけで、大和民族ほとんどなんですね、うん、この国は、はい、そしてそのまま少子化問題に直面してたわけで、高齢化問題っていうかつまりこのなんていうかな、パワーの源泉を全てこうすごくこう限定した形で作るっていうのが日本の方針なんですね、戦後の日本の、はい、これ全然違うんです。戦前は五族共和とかいろいろ言ってた多民族だったから、だけど戦後はこう徹底的な単一民族を狙ったんですね、はい、だからこういう感覚がアメリカとずれてるんだけれども、アメリカは全くその逆ですね。人数が足りないところは移民で補うわけですね、うん、つまりあの国は基本的に人が入ってくるようにできていて、はい、そういう意味ではね、私アメリカ人にこういったことなんで、アメリカ人がね我が国は歴史がないと、歴史のこと言われるとイライラってくる人もいるわけですよ、うん、私はそんなの気にするなと、世界中の歴史が全部アメリカの歴史だからいいじゃないかってだってどうせどっかから生まれてきてアメリカに来たわけでしょ、その人たちのルーツたどって、そこの歴史が何文明であろうと、はい、全部アメリカの前の歴史はそこの前何文明でいいじゃないかと、うん、それったらどの文明だって全部アメリカ史だとアメリカって国は何しろそうやってこう全てつながりをね混ぜちゃうようにできているから、だから逆に言うとね、どっかだけ偏るっていうのがすごく問題になるんです。あ、うん、それはどっかを差別して外してるような感じになっちゃうわけですよ、はい、自然とね。今特に日本でも話題になるのは女の人入ってないってでしょ、はいはい、研究会やると全部この男ばっかだと、うん、ずらっと並んじゃうと、これは配慮が足りないんじゃないかって最近では言うようになりましたね、はい、昔は
これそもそも女の人入りにくいだろうと、うん、そもそも入れないって、それからみんなのイメージが自然と専門家ったら男のおじさんだよねってなると、うんね、なそうならないようにしないといけないと、もっと多様にしなきゃいけないって入る、はい、あれね、もともとはものすごくアメリカなんか配慮してた、でそういう問題がいっぱいあったからこそのね、黒人は差別したとか、はい、私ねアメリカの博物館で見たのは女性問題に関するコーナーが設けられていて見たんだけど、うん、驚いたのはね、昔の一時期ですよ、まず第一に黒人が入るようになってから、あるお店ではね、白人男性と黒人男性だけが許されて、残り女性とあの中国人はお断りって、本当にね、いや中国人ってのはいいですね、これアジア系の代表なんですよ、はい、そこがね入れない、風土風習がではね、なんしろ白人男性と黒人男性が酒飲んでウェーって喜んでる、うんうん、で女の人はね、奥さんらしき人がね、こら主人を返せってやってるんですよ、ドアの前で、だけどお断りって入るなって書いてある扉に、うんうん、それでその脇には中国人もいる、このいろんな差別の歴史がね、はい、あった上でアメリカっていうのはそれに対する配慮として、こうそれをまとめる作業が必要だということになってね、まあ、ある意味で今ニーズがあってなったわけですよ、ね、だからあの私のレポート書くときもやっぱりそれはすごく配慮して、そういう構成を見られるからね、はい、意外と年齢層男女ですか、民族的な分布って黒人はいなかったんですけどね、インド太平洋の研究だから、うん、インド人はいますよね、うん、あのインドが当然だから、